信号機のない横断歩道での一時停止率を向上させようと、JAF と自動車販売店などが県内で一斉に啓発活動を行いました。今朝行われた街頭啓発活動は、県内90カ所の道路で一斉に行われ、JAF 高知支部や自動車販売店などが参加しました。JAF が去年行った調査では、県内の信号のない横断歩道での一時停止率は 35.3% で、全国平均を下回り、四国でも最も低かったということです。今日は参加者たちが、横断歩道は歩行者優先だということが記されたのぼりを掲げ、ドライバーたちに注意を呼びかけました。何か私たちがやらなければこの改善はできないということで、私たち販売店は願いはですね、やっぱり無事故、これが一番なんですよ。全国的に低いもんですから、なんとか上位になるように一歩一歩取り組んでいきたいというふうに思ってます。JAF 高知支部は今後も自動車販売店と協力して啓発活動を続けることにしています。